対馬海流が海岸線を洗う長崎県五島列島。大小合わせて150前後の島々で形成されるこの海域は、青物のみならず魚たちの楽園。全国の釣り人がいつかは訪れたいと憧れる夢のフィールドだ。ジガラの100から。フックは朝一番なんで、グランドパイクの50ですね。エスコ軸。これの1本掛けです。アット軸のフックなんでね、1本入ってくれば OK といったところで、また大型イメージのフックシステムです。なんかこう反応が出ない、もしくはね、反応出てもかかりきらないようだったら、ツインパイクハイパーのような感じで、ちょっと軸を細くしてね、2本掛けにしてくるという形です。釣り始め、少し強めです。際で餌が見えるとかっていうのもないんですね、今のところね。パイロットジグであるノーマルジガロで水中の様子を探っていく。果たして狙いのヒラマサは回遊してくるのだろうか。30m 以上。意外と少しカツオドリが出てきました。船長の話ではベイトであるキビナゴが小型であるとのこと。ここからはシルエットが小さいジガロマッシブでアプローチしていく。ジグをチェンジ。9割ですね。シルエットこそ大きくなってしまうんですけど、今ちょっと、小さいアクションでもしっかり、レスポンスしてくれるんで、115。ロッドアクションに対し機敏に反応するジガロ QR。 リトリーブとジャークによるステイフォールでボトムから細かくレンジを刻み探っていく。ついに食わせた QR。 うわ、やっと食ったね。早い動きから QR ならではのね、沈下速度の遅さ、これをね生かしてたところが
行きます。よっしゃ。ファーストフィッシュはまるまると太ったワラサ。いやいやいや、もうこのシーズンだとね、何が来ても嬉しいって必要ね。うわあ、ね、年間期2月の福江島、ファーストフィッシュになりましたね。いやー、もう朝一からね、なかなか反応もらえなくて、手を返しなおかえというところでね、もう違う QR で、まあ、浮遊するような沈下の仕方、これね、ファーストリトリーブの中にふっとこう止めを織り交ぜていく、そんなところのジグをね、ひったくってきましたね。この太鼓わかるかな、ブンブン。いや、いいファイトしますね、やっぱりね、ここまでコンディションがいいとね。ねえ、いやー、最高、気持ちいい一発出ました。やったね。メタルジグで絞り出した価値ある一匹。やったぜ、メタルバスター。久々に決まった。さあ、というわけで今日のジガロのですね、ローテーションの流れをですね、ここで説明していきたいと思います。今日はね、まず、状況を、把握するためにですね、一番最初に入れたジガロがこちらですね、ノーマルのジガロです。まあ、これによって水深であったり潮の流れ、魚の反応っていうのをここで掴んで、じゃあここからどうしたらいいかなっていうところの出発点という意味で、欠かせないアイテム、これがノーマルジガロ。まずここスターブルです。今日でその次にですね、まあ、海の状況ですね、カツオドリが突っ込んでる、足元で魚系が出てるけどベイト見えないっていうの、これね、おそらくベイトがちっちゃいんじゃないかなというのを判断して、次に入れたのがこちらのジガロマッシブです。これはね、ジガロシリーズ4種類ある中で一番コンパクトなシルエットになりますんで、餌が小さい、そんな時に食わせるためのアイテムという形で2回目、ね、2発目はこのジガロマッシブを入れてきました。同じウェイトでノーマルとどれぐらいボリューム感変わるかっていうとね、これ今同じウェイト115なんですけどね、これぐらい変わるんです ね、まあ、これを、武器に、釣っていくという形で2発目は、マッシブ入れてきました。で、3つ目ですね、3つ目入れたのが、ジガロの QR です、ね。こちらになりますね。で今日はこの3つ目の QR で反応がもらえたという形になります。で加えてね、フックもですね、朝一番、まあ、食い気があるかなと、言った、想定の状況の時にはね、これがね、太軸なんですね。これの一本掛けすることで、まあ、対大型魚、ね、活性がいいんで太軸でもしっかり入るというのを想定して、まずここで。で、日中日が高くなってきてからは、この、グランドパイクよりも一回りライトな、細軸のフック、これに変えました。で、加えて、ついにですね、ダブルフックになっているという形で、まあ、1本ずつの針の軽さを軽くしてより口の中に入れやすくするという形で、ショアジギングをやっていくときはね、まあ、ジグのタイプ、アクションのさせ方、カラー、そしてね、フックの、コンビネーションという形で結構ね、手を変え品を変えやることがありますんでね、毎年ね、同じことをやってるように見えて実はちょっと違うことをやってたりするんですね。でその中から一つの答えを出すと、いったところのね、ショアジギングの醍醐味という形になりますね。さあ、ね、今回の福江島長江の最終日ですね。今日はね、ちょっと東からの風が強いんでポイント大幅に移動してきてね、潮通しのいい場所ですね、ここはね。その水の中、キビナゴが見えますね。結構な量入ってるけど。
際も気になるんですよね。ちょっと今水の中怪しかったので、ギラッとしちゃってください。距離は全然詰まってないんですけど、2メーターぐらい下で。再び同じコースにラッシュダイブを通していく。お、出たよ。惜しい惜しい惜しい、出たね。わー、やっぱりいた。お、出たよ。惜しい惜しい惜しい。流線形のボディにイエローライン、間違いない、ヒラマサだ。ね、一発ね、この塔の前に下でね、反転したやつがいたんですよ。やっぱりいましたね。よし、もう一発。まだいる、まだいる、まだいる。よっしゃ、来た。よっしゃ、平本さん。よっしゃ、やったぜ。うわー、嬉しい。いや、来ましたね、平間さん。やりましたね。今ね、潮見がグッと寄ってきたタイミング。うわー、この魚の前に一発水中でギラッとしてね、さらに水バイトを3発ね、あー、2回水バイトしての3発目の正直で食ってきました。入れ方してくれた。いやー、いいですね。ね、平間さん1本で取りたかったんですね、ラッシュダイブ。だね、こう状況が好転する一瞬のタイミング、これのタイミングだけやっぱ上にね、出ますね。気持ちいいね、最高。よし、もう一発。まだいる、まだいる、まだいる。よっしゃ、来た。至近距離でド迫力のバイト。この興奮が味わえるのがトップウォーターゲームの醍醐味。見事狙いの大型ヒラマサをバスターした。引き続きサイズアップを狙ってアプローチしていく。お、出たよ。まだいる。よっしゃ、よく食った。またまた食わせた。
よいしょ。ね、魚が変わりましたけど。出るところ一緒でしたね。こんなすごい出た。うわー、最高。お、出たよ。まだいる。よっしゃ、うっ、来た。ラストフィッシュはワラサ。何匹かの群れで競うように食ってきた。さあね、同じところで出ましたね。ワラサ、ね、出方出場所出たところは一緒。ああ、今ラッシュダイブの160ががっつりハマって、これクラフトマンベイトからね、気持ちよく出てくれましたね。これがね、あるからたまんないんですよね。丸見え。